はい、えー、ちょいき太郎です。あの、ビッグモーターの件はね、もう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 出ないだろう。もう出ないだろうと思ってくる、るここはすごいな。本当に、なんかもう、後から後から出るぞという感じで、あの、私、これ、少し前のメインチャンネルかな。あの、会社自体は悪いけど、社員の人たちは悪くないよっていうことを言っていたと思うんです。でも、これ出てくることを見ると、悪くないとは言えないな。 っていうことですよね。うん。いくら上からやら、やれって、もう、いじめの構図と一緒で、いじめの構図で、でいじめとは違いますよ。あの、いじめてないけど、やれって言われて、いじめて加担して悪口言ったら、やっぱりそれは責任あるよねって。いや、社員が悪くないと言っても、実際にこの車を壊すことを加担したり、それを黙認したっていうことは、ゼロではないよっていうことなんです。だけど、だけど、この人たちは可哀想だっていうことがあるけど、なんで私はこれは撤回するって言ったのは、 そこに耐えきれずに、かもう無理だと思って、こんなところいられないって言って、やめてった人たちのことを考えると、やっぱりそれでも続けたっていう人は、どうなのかなでも続けざるを得ない状況があった。やめれる方はまだいいけど、やめれないようなことがあったっていうことを考えるとあれなんだけど、えー、一つは、その、この、わざと壊してこいとか、その、ラジエーター、 に、こう、作業中穴開いたからって、それは、とかね、あの、傷つけて来いとか、傷つけておいて、あの、請求しろとか、あるいはもう、あの、他のところってこう、に、あの、ビッグモーターで査定出しても他でも出すじゃないですか。そしたらそっちに電話をかけて、もういいですとかっていうようなこともやったとか、うん、こんなことまで出てくるってちょっと、 まあ、ここの会社が存続することはもう無理でしょうね。ビッグモーターでの名前で看板で仕事をやることは無理でしょう。ただ、ここの一つの問題は、なぜ私はここ総括してきちんとやっとかないといけない。ある程度の責任もあるってわざと言ってるのは、その上で反省してやり直すって形をしないと、履歴書に元ビッグモーターなんて書いたら、どこの車屋さんも使ってくれないっていうか、じゃあ車屋さんはまだいいのかもしれない。あるいは、あるいはね。うん。まだ、あ、そうか。 だけど、違う業種は嫌だよね。うん。なんか、本当の悪質な宗教グ、宗教グループにいたとか、なんか本当に特殊詐欺とかやってきたような扱いになっちゃうとまずいから、ここ早いとこなんとかして、あの、一旦整理をしないと、まあこれ、本当は自社でやんないといけないんだろうけどね。うん。もうあの、最初は、植木の、あの、 ね、植え込みとか木の券って、は、最初ね、本当に、最初、あの、まだ覚えてます。ツイートが出て、なんか、ビッグモーターの前だけ植木がないよと。こんな、あの、他の事件に比べた保険請求とかね、えー、車検のことに比べたらちっちゃなことで話題にもならないか、みたいなツイートを見たんですよ。それが今、こっちがもう、やっぱり問題になってくんじゃないかなっていう、保証と、その、美観の問題、他の問題、 もうなんかコンクリートかモルタルで埋めてるっていう場所もあるらしいから <laughs>。これが、これが、もう本当に悪いことできないなって、天罰が下ったなっていうのは、何か物を壊したなら直すとか、ね。あのー、何かこの、隠蔽できるじゃないですか、変な話。えー、綺麗にするとか。<laughs> 植え込み植えれないもんね。切っちゃった木生えないもんね、明日。なんか、 置いてあったものをどかしたとか、何か隠したとか、カバーをかけたとか、何かならわかるけど、そのもの自体を、物体を、生きてるものを切っちゃってるんだから、無理だよね。でね、あの、これ、わかってる方はわかってるんだけど、最近の研究で植物にも、あの、まあ、心という言い方はあれだけど、反応するっていうことがもうわかってきてるんですよね。木とか、葉っぱとか、草木でも、その、嫌がったり、この、 反応するっていうことが分かってきてるんですよ。あの、ちぎったり切ったりするっていうことに対して、そういう反応を示すっていうことが、まあ、この動物みたいな、まあ、あの、我々人間見たら、やめてとかそういう感情ではないと思いますよ。でも何かしかの意志っていうか、そういうのがあるっていうことは分かってきてるんですね。分かりやすいその植物や葉っぱや木とかはあると思うんですけど、そういうことまで考えると、 私、それ聞いてから、あの、家の木とか、あの草とか抜けない。でも抜けないと治安が悪いから、あんまりダメだと思って、あ、これ抜かなきゃいけない。どっちみち枯れるからな、とか。ね、そういうふうに思うんですよ。ね。それを、なんか、あんなことして、あの、そりゃあ、まあ、こう、あんまりね、こういう言い方ですよ。そりゃ、罰は当たるわな、っていう話ですよ。でも、社長とか、その上の人たちは知らなかったけど、それをやらしていた、なん、ね、だって、なんの、 何の検査を言っていたのかって、綺麗になったからよしよし、だからそうね。他の違う車屋さん、アップガレージだったかなはちゃんと逆に水をね、あげているって。それもね、私も知りましたよ。昼間水あげちゃいけないんですってね。昼間太陽が照ってる時にあげると、それが蒸発して、その草木に良くないから夜あげるんですってね。ねらしいですわ。え。まあそういう会社もあればですよ。ね。 まあ、ぶった切っちゃう。ね。埋めちゃう。まあ、すごいなと思いますけど。まあ、これこのまま収まらないでしょうね。もうこうなっていって。まあ、今言ってるところは、もう銀行がもう融資しないよ。もうお客さんも減ってるよ。もう保険業務もできませんよ。社権業務もできませんよ。もうそうすると売り買いだけなんだけど、今、そこでビッグモーターで売る、買う。まあ、ゼロ、なんかだいぶ少なくなってるらしいですよね。 まあ、そうそうすると、資金繰りに困る、車を放出する、まあ、今持ってる車っていうのは資金なんで、ね、資産なんで、それを、まあ、お客さんが売れないからオークションに出す、ね、あの、中古車価格が暴落する、中古車業界が困る、大変みたいなことは、なんかさらっと、ね、どこ見てもそんなような感じで書いてあるけど、ああ、そうなるのかな、と。ね、じゃあ安くなるまで待とうかとかっていうことと、一つは、もう、 ビッグモーターが持っている車が質が悪いというような意見もあるわけで、まあ、そんなことはないと思うんだけど、あの、点検してなかったり、ちゃんとしてあの整備してなかった可能性、そういうものが市場に放出されて大丈夫かということも言われておりますんで、ね。うん、どうなのかな、これ。まあ、だけど、そういうこと考えない。安ければいいっていう方たち、その安くてお値打ちで、あの、 次の車検まで走ればいいっていう考え方の人たちに指示されて、それがいけないって言ってるわけじゃないですよ。私は車は別に、あの、車だけですよ。愛車とか言うのね。うん。愛家具とかさ。<laughs> 言わないですよね。うん。愛ホームとか言わないじゃないですか。うん。ね。そういう言い方しませんもんね。車だけですよ。愛車ってものに対して。まあ日本人特有なんでしょうけど。他のものはそういう風になってないんだよ。 ね。まあ、そういう風な方ももちろんいるんだろうけども、私が見る限り、その車を生活の糧として使っている、通勤通学だったり、ね。あの、そういうようなことたちの、そこの、まあ、あの車を、車が、みんながみんな知る必要もないけど、ね。空気圧や、あの、オイル、オイルレベルゲージとか、 あの、水温計とか、バッテリーチェックっていう、バッテリーの非常チェックとかが、ね、するっていう感覚の方だったら、うん、そこにはいかないと思うんですね。うん。まあ、あの、探してって、探してって、例えば、あの、が、あの、車を情報雑誌で、ね、たまたまそこにあったっていうことで、僕、ま、は比較対象するものならいいと思いますけど、ピンポイントでそこって、うん、 ねあの、私は、そうだな。ガリバーなんかで見てると、あ、この金額でこれか、って、高くはないな、と。ネクステージは一回見に行ったことありますけど、ビッグモーターだけはさえ、はい、なんか、あの、こんだけ並べて、この状態でってすげえな、と思ったんだけど、うん まあ、一台一台車のことは分かってねえだろうなっていう気はしたんでね。うん。とにかく仕入れて並べてここでっていう感じなのかなっていうふうに。うん。まあ、ちょっと前だとね、そうか、ビッグモーターが出てくる前、ああ、そうか。うん。あの、中小の愛知県地方だとここが強いとかっていうと、そこの店舗数が減ってるとかってあるもんな。うん。ね。 まあ、いろいろなことがありますけど、これね、ねちょっとさすがになっていうようなところまで、まだどんどん出てくると思いますよ。細かいことがね。はい、以上です。